シュシュシュって。大体そう、明けましておめでとうございます。今年もですね、正月を迎えることができまして大変おめでたく思います。皆様もゆっくりとしたお正月をお迎えのことと思います。私は正月の元旦はですね、基本的には何もしないことをモットーにしておりますが、毎年少しずつお酒は控えるようになってきたように思いますね。別に健康のためとかそういうんじゃないんですが、昔は大晦日が遅かったこともあってですね、元旦の朝は少しぼっとしておりましたが、この頃は元旦の朝は比較的早く起きて、それで太陽を拝み、火の神、水の神様、いろいろな神様にお供えをしてありますので、そこに行って、神様に感謝をしですね、ご先祖様に感謝をして、お雑煮をいただき、お塗装をいただいて、正月を祝うという、まあ本来の日本の正月の送り方をずっとしてまいりました。考え方によるんですが、あまりアクセスするということをですね、ダメです。やっぱりこう時間というのにはメリハリがあった方がいいと、まあ、極めて忙しくて走り回る時もあれば落ち着いた時を過ごす時もあると、まあいうことですね。まあ、正月は、宮城さんのこの春の海を聞き、瀬音を聞き、六段を聞いてですね、日本の伝統文化というものも味わうことができます。テレビを見ることもありますね。最近はまあテレビよりかネットばかりの人生になりましたけれども、時には新春の駅伝ですね、群馬の駅伝をこう見まして、そして爽やかな感じを体に得ます。まあ、スポーツというのはやはり大変に素晴らしいもので、まあ、今年はオリンピックがあるかどうかということで議論がなるでしょうけど、むしろオリンピックというものもですね、何か商業化して、何かこう政治家の道具になりつつあるんですが、やはり、学問もそうですが、スポーツも芸術も、まあ、そこに個人が打ち込む、その打ち込むのは学問が好きだから、スポーツが好きだから、芸術が好きだからっていう一心でやっぱり取り組むというのが、まあ私はいいんじゃないか、オリンピックの経済価値がなんぼとかですね、それから先おととしですか、愛知トリエンナーレのような、まあ、非常にレベルの低い芸術祭が行われたりですね、まあ、そういうことはですね、とても私は学問、スポーツ、芸術という点では、冒涜するもののように思われます。もちろんその話が元旦早々なんですが、まあ、学術会議の問題にしてもですね、非常に生臭い感じがしますが、学問、芸術、スポーツはもっと人間にとって崇高なものではないかというふうに思うんですね。それからもう一つは、正月には正月のしきたりというものがどのように日本文化の中に育ってきたか、私たちはもちろんご先祖様、まあ、日本の人たちのもとで生まれてきております。私の体にある遺伝子ですね、頭脳構造、それから体の作り、すべては、あまり遠くなるとあれですが、5万年前ぐらいにですね、おそらくは日本列島もしくはその近くにまで来た人間がですね、
日本に定住し、縄文文化を作り、縄文文化の時代から集落はありですね、おそらくは稲作も始まっていたと考えられます。その中で豊かな日本列島の中でですね、非常に平和な平等な社会を作ってきた。そしてその頃結構気温が高くてですね、この頃気温なんていう問題についても政治とか社会の荒波を受けるようになりましたが、本来は縄文時代の気温なんかを議論するときにですね、地球温暖化だとかグレタさんなんかが出てくるようでは、まあ私の考える学問とか社会ではないんですよね。やっぱり私たちは縄文時代の気温っていうのをですね、いろいろな今までの気温の学問から見ると、最近よりかずっと高いですね、気温がですね。それで青森の仙台丸山遺跡なんかでも、寒いところに普通に住んでいると、いうような時代でありました。決して雪も深くなかったかと思いますね。まあこう言うとすぐシャバに引きずり下ろされるんですけど、暮れに、雪が降りますとね、記録的な大雪とかなんか騒ぎ立てるんですが、何も記録的でも何でもありません。それから温暖化で日本海の海水温が高いというのもちゃんとした測定によってるわけではありません。そういう意味では新型コロナもそうで、この今日おそらく放送されると思うんですが、石黒先生ともいろいろコロナの感染状況なんかも検討いたしましたが、やはり発症前に主たる感染が起こるっていうのも、その根拠となっている論文というのは本当に貧弱な論文でありますが、私はそういうものを一つ一つについて批判をしようっていうんではなくて、もう少し人間が現在の日本人ですね、少しどうかしてしまって、何でもかんでも利権だとか、それからいきさつだとか政治とかいうのにもうくるまれてしまってる。純粋にいろんなものを見るということがもうできなくなってしまったんじゃないかと思うんですね。その意味では今年は特にこのあれですね、ゆっくりとした日本、伝統的な日本をちゃんと理解をして、幸福な一年を送っていきたいと思っております。今年はですね、実は、幸せ砂時計というですね、幸福チャンネルもやるつもりでありますし、今僕の横に孫が2人来ましてね、シーとか言って昔はキャーって言ったんですけども、最近ではお利口になったんでね、お利口になったので今黙ってむしろおじいちゃんシーなんて言ってますからゆっくりとした人生を送っていきたいというふうに思います。去年は YouTube 事件なんかありましたが、そういうものとは関係なくですね、私は今年もいろいろなものについての事実、私の場合はですね、私の楽しみは何といっても机の上に座って調べ物をして自分で計算して、ああこれはこういうことかなんだと思うのが楽しみなんですね。それから本なんか読んでもですね、自分が知らない意外なことが書いてある。意外なことこそが私が求めることで、多くの人が求めるような意外ではなくて、今まで自分が思っていることが分かるというんじゃない、新鮮な刺激のある一年を過ごしたいと思います。それでは皆さん、どうぞ良いお年をお迎えになり、ゆっくりとした人生を幸せに送ることになることをお祈りしまして、新春のご挨拶とさせていただきます。